ユリウス・エミール・マルティン・ブーツは、ドイツのピアニスト、指揮者、作曲家。ブーツはとりわけ早くからドイツで、エドワード・エルガーの音楽を得意としていたことで知られる。エルガーの、エニグマ変奏曲と、ゲロンティアスの夢のヨーロッパ大陸初演は、ブーツの指揮で行われた。また、フレデリック・ディー・リアスや、グスタフ・マーラーとの関係でもよく知られている。ブーツは、プロイセンのビースバーデンで、 オーボエ奏者の息子として生まれた。彼が受けた音楽教育は、ケルンでのフェルディナント・ヒラーラの下でのもの、ベルリンでのフリードリヒキールからのもの、また、イタリアやパリにおけるものがある。1875年から1879年にかけては、ブロツワフで指揮者として働き、その後1890年までは、エルバーフェルトでタクトを握った。その年に、 デュッセルドルフの音楽監督に任命されたブーツは、以降何年にもわたって、ライン音楽祭で重要な役割を果たす。1890年開催の際は、ハンス・リヒターとの共同監督であったが、1893年は、単独監督となり、1896年は、ヨハネス・ブラームス、リヒャルト・シュトラウスとの共同、1899年、1902年は、シュトラウスと、 共同、1905年は単独監督をこなしたのである。デュッセルドルフでは、ブーツは頻繁にマックス・レーガーやヨーゼフ・ヨアヒムの室内楽作品を演奏した。バーミンガムを訪れていたブーツは、1900年10月にエルガーのオラトリをゲロンティアスの夢の初演に立ち会った。この作品に大きな感銘を受けた彼はアウグストイ・エーガーの協力を得て、 歌詞をドイツ語へと翻訳し、1901年12月19日に、デュッセルドルフで大陸初演を行った。これを聞きに来ていたエルガーはこう記した。私の作品に込めた意図が完全に表されていた。合唱は非常に良かった。ブーツは1902年5月19日にも、ライン音楽祭に合わせて、これを再演している。この時の読書者には、 コントラルトのマリエル・ホスターがいた。前回に続き会場に聞きに来ていたエルガーは、聴衆の拍手に応えて20回もステージに上がることになった。この公演の成功によって、ついにエルガーは、自分が本当に満足できる作品を書いたのだと、確信できたのだった。この時に共同監督だったリハルト・シュトラウスは、ブーツが演奏会後の打ち上げでこういうのを聞いて、感銘を受けている。 私はイギリス初の進歩的作曲家であるエルガー氏の成功と幸福のために飲みたいと思う。1901年、1902年の公演のチケットは共に完売であった。その間の1901年2月7日のデュッセルドルフでは、ブーツはエニグマ変奏曲のドイツ並びに大陸初演を指揮している。また、ブーツはエルガーのオラトリを人たちのドイツ語訳と、 ドイツ初演、神の国のドイツ語訳もになっている。1910年12月にクレーフェルトで自作の公共曲第1番を指揮したエルガーはわざわざデュッセルドルフのブーツを訪ねている。さらにエルガーはピアノ曲スキッチェをブーツに検定している。ブーツのイギリス音楽への熱意はディーリアスの作品にも向けられることになった。彼はピアニストとして 1904年のエルバーフェルトにおけるピアノ競争曲派団長の初演をハンスハイムの指揮の下で演奏している。また彼はこの曲の2大ピアノ版への編曲も行った。1905年6月のライン音楽祭ではアパラチアの再演の指揮を行った。ブーツは1903年4月3日にデュッセルドルフでマーラーの公共曲第2番復活を指揮した。 この演奏会の準備時にマーラーと連絡を取ることができた彼は第1楽章と第2楽章の間の重要な休憩を確実に取るようにと助言を受けている。ところがブーツは第4楽章と第5楽章の間に長い休憩を置いた。これに対してマーラーは彼の感受性と洞察力、そしてあえて作曲者の意思を無視する勇気を称賛した。1906年、 ゴシップ・ガブリロビッチ、アルバン・ベルク、オスカン・フリートと共にエッセンで行われたマーラーの公共曲第6番の初演のリハーサルに出席したブーツは彼らと作曲者を交えて食事をした。1902年にはデュッセルドルフ音楽院の院長に就任し、1908年までこれを務めた。1920年にデュッセルドルフで68年の生涯を閉じた。 ブーツがデュッセルドルフ書演を指揮した楽曲には以下のものがある。注釈出典。ありがとうございます。